封印されてから800日が経過した五条悟、ま、なんとかなるかで封印が起こった地獄展開総まとめ。ネタバレご注意ください。東京23区ほぼ壊滅、後輩七海死亡、教え子釘崎野原死亡。ただし作者の芥見先生が死にたてほやほやで二択の術式が施されていると補足しているので復活はすると思われます。教え子伏黒恵マコラにぶっ飛ばされ仮死状態、全員家当主になる。激闘の末ぶっ倒れて天使が舞い降りる。絵面的には完全にフランダースの犬。教え子虎杖悠仁渋谷を更地にし、メンタルボロボロ、心をへし折られ立ち上がるも乙骨歌に殺される。恩師矢賀正道死亡、教え子犬巻トゲ腕欠損、教え子全員巻き全身大やけどで死の淵をさまよい双子の妹舞が死亡し天与呪縛覚醒、全員家壊滅。東堂葵腕欠損、最強がゆえに芥見先生のストレスの原因となり最強のサイコロになった男五条悟。ご覧の通り、ま、なんとかなってません。